ブラックエビオンブエナーフェルテ、皆さんこんばんは、ガールチャンネルです。フェルテグッラ、今あのオスカーチンチラさんですね、久しぶりに、会いました。このロングビーチでオスカーさんに会うのは初めてで、まあ、オスカーさんの方からね、そうオスカーさんの方からお久しぶりっていう風にチャットメッセージが飛んできて、Yes, so many accidents at cold tire. 嬉しくなっちゃいましたね。で、Yes. 過去2戦でですね2連勝してるんですけど、その後2連敗しまして、まあ、負けたっていうのはね表彰台に登れなかったっていうので、まあ後で詳しく話していきたいと思うんですが、これ5戦目ですね。さあ3連敗はしたくない。で予選タイムでオスカーさんに 0.3 秒ほど勝ってですね、ポールですね。でオスカーさんにはもう あらかじめ示し合わせてですね、スタートした後はもうインベタで壁際行くからねと、で1コーナーはちょっとディフェンシブなラインで入ろうと思うっていうのをチャットで連絡してですね、 OKOK 抜かないからと、優しい言葉が返ってきました。さあレッドシグナルからスタート。さあイン側に寄せていきましょう。オスカーさんちょっと抜いてくれてますかね。なのでアウト側を行ってくれてますね。これは非常に優しいオスカーさん。うん、さあ示し合わせた通り、うん、やっぱり、先頭で走ってると見通しがいい分、まあ、そんなにミスはしづらい感じですかね。まだこの、トップで走る練習は結構してきたんですけど、誰かの後ろにぴったりついて走る練習が不足してるんでですね、それが原因で、過去2戦、負けてしまったっていうのはねありますけど、今のところは大丈夫そうですね。で2人で協力して後続を引き離そうぜと示し合わせてるんですが、うまいことを話していけるでしょうか。うん、ちょい突っ込みすぎ。なかなかねやっぱり追突を恐れて追突を恐れてね、こういや突っ込みすぎになっちゃいますね。さあプッシュプッシュという掛け声がオスカーさんから来ましたね。この2番手オスカーさん、3番手の、ね、エミールさんがねやっぱ早い、もうフォーミュラのプロですよね。この前、USF2000 でスパフランコルシャン練習しようと思ってリザルト見たらもうエミールさんぶっちぎりでしたね。で確かニュルブルクリンクのインディプロ、PM18 あれでも超速かったのがエミールさんだったような気がするんですよね。なのでもうフォーミュラを股にかける、才能あふれる人ってことですね。さあこのオスカーさんのね動きが非常にねいいんですよこれ。で今これスリップに入ってきてますね。結構ねスリップ外しでこう左右にね並んで加速していくっていうね走り方をしてくれるんですけど、そうすると後続の人は、うん、そうするとね後続の人は、今ね左側に行ったでしょアウト側。そうするとね後続の人はこのアウト側のオスカーさんにスリップを入っていくんですけど、で私はオスカーさんを引き連れてないですからね、その分後続を引き離せるって、これはね非常に頭脳プレーですね。この動きは素晴らしい。危ない、ちょいオーバースピード。せっかくね協力してもらってるのでここで失敗するわけにはいかんですね。
過去2戦でもう失敗してたのはやっぱりねこう自分の実力以上にこの、ね、何回もこのガエルチャンネルで言ってますけどこのプッシュしたい時こそ自分の実力を超えないようにするのは大切だと言いつつもやっぱりねこう自分の実力以上に出そうとしてしまうのですよね。過去2戦はそれで失敗しました。ですのでもう今回は、頑張るけど頑張りすぎない、ね、自分の実力が 100% 出せれば十分っていう気持ちで言ってます。だんだん青い人たちが増えてきましたね。このロングビーチ今回もレジストがどれぐらいでしょうね、3スプリットぐらいしか分かれてないと思うんですよ。多分ね50人いないぐらいですのでなんかねいまいち人気がないように見えますね。さあまだオスカーさん来ないですね。まだ様子見ですね。よしよし、3番手のエミールさんがついてきてますね。4番手のアレックスさんがそろそろスリップから外れようというところなのでまず3人に絞りたいところですね。Thanks, friend.あと今回からですね配信のレイアウト、ね、左上にコース図を出すようにしてみました。で、名前がですね、フルネームを表示するようにしてますのでもしなんかこうプライバシーに配慮してほしいとかそういうあのクレーム等ありましたらコメント欄にね、書いてください。また今後のやり方は考えると思います。さあオスカーさんがだいぶ接近してますね。いやでもねここまで協力してくれるのはありがたいですね。でオーバーテイクしようとしてるので、はい、これは譲りましょう。いかんいかん譲ろうと思ったんですけどブレーキングマーカーをねちょっと見逃してややオーバースピード気味になってしまいました。さあオスカーさんに頑張ってもらいましょう。で気をつけるべきは後ろのエミールさんですね。オーバーテイクされないように、ちょっとギャップが空いてしまいましたがスリップで近づいてついていきましょう。いやオスカーさん、タイヤ温まってから早いですね。 0.7 秒差まだ大丈夫。まだねちぎられたくないですね。あちょいミスしましたかねオスカーさんこれで縮まりました。いいですよ。0.7 秒まで開いてた差が 0.5 秒ですね。これならストレートエンドまでに追いつけますね。後ろエミールさんがね 0.6 秒なのでもうちょいね引きちぎっていきたいですね2人で。さあブレーキングマーカーを見失わないようにちょっと早めに、おおスピン、おおこれはソーリーマジか。タイヤが曲がらん。これは曲がらん。これはサスアームがいっちゃいましたね。これいやつらい。結構ね今抜かれて6番手ぐらいですかね。後続が8秒差、おおブレーキも効かない。これはつらい。
なんとかピットまで、トーイングするとねかなり時間かかっちゃうのでピットまで戻りたいですね。右側のタイヤが取れそう。お、も持ってくれ俺のタイヤこう、まあでもね、まあね、私もね、いろいろやらかしてますのでお互い様っていうことと、まあ、あれだけね序盤に親切にしてくれるとまあね しょうがないよねと諦めもつくんですけど、この曲がらないステアリング操作、曲がれよし、さあビットイン、おお危ない危ない、ブレーキかけると思う、左に行っちゃいますね。さあ私の前に 1,2,3,4,5,6 左上のね、黄色の数数えてますけど、今7番手からどんどん抜かれてってますね。 Thank you。 おお止まれ止まれ、よしファストリペア完了。さあほぼ最後尾ですね、周回遅れの2台がいますけど、ほぼ最後尾まで落ちてしまいました。さあここから、また3連敗ですねこれ。あでも追いついていくしかない。まあね、このでは追いついていく間に、2連勝の後の2連敗の詳細をお伝えしますと、3戦目ですね、没動画となった3戦目は、永井さんとあと、先頭永井さんですね、1番手で2番、予選2番手私で3番手がね、ニック機宿敵、コーリーリーン君、ね、で、スタートしたもののやっぱね、私は永井さんに対してオーバーテイクはしませんからねと、でスタート直後もう前に割って入ってインベター行っていいですよ、で1コーナーのアプローチは多分コーリー君が刺してこようとするから、私はディフェンシブラインでイン側にアプローチしますけど、それはディフェンスのためであって永井さんを刺そうとする動きではないので、そこ注意してくださいねと、事前にですね入念にチャットのメッセージでですねやり取りを重ねて、で OK ということでスタートしたんですけど、やっぱりね後ろからねコーリー君がねやってくるんですよね。で、ちょうどねそうここ立ち上がってイン側に、割って入ろうとするので、もう私は絶対抜かせんラインでですね、もうインのインをずっと守って、でそうするとここでコーリー君がアウトに1回振って、で私がねアウトに払めなかったので、そのアウト側割って入られて、もうここから先はね今度インとアウトが逆転しますから、でコーリックに刺されてですね、もうインがブスッと、でもうこんちきしようと思って、そうここですね、ここでアクセル踏みすぎて冷えたタイヤでスピンして終わりでしたね。はい、今のターン5で、1周目で終わりましたね。でその後はその後はね、ハンドルがちょっと曲がってたんですかね、まあ、ただレースもそんなに荒れることなく、久しぶりにですね12番手ですかね、もう完全に、負けですね、というレースが第3戦目でした。まあ、この動画は、あまり面白くないんでですね、まあ、1周目オープニングラップだけ面白いんですけど、その後はひたすら一人旅ですので、ボツにしました。さあ前の方に、周回遅れのプランさんですねがいますね。で、第4戦目ですね、4戦目は、ホールポジションがオーストラリアのブレッド・マクバーンさん、そして2番手が私で、3番手がね、匠さんだったんですよね。あ抜かしてくれた、これサンキューサンキュー、すごい抜かし方ですね、すごい。で、3番手がおお、またスピンしてる、今日は荒れてますね。これはまあ、今の私の立場にとってはありがたい展開。
3番手匠さんで、また4番手がですね、あの宿敵コーリーリーン君で、ですねスタートして、で、コーリー君が、匠さんを指して3番手に上がってきて、で噴水へアプローチするときに、ブレットさん、私、コーリー君という隊列だったんですよね。やっぱり私もね、やっぱコーリー君から刺されたくないので、もうできるだけ噴水のブレーキングで前を詰めていったらですね、ブレットさん追突してしまったんですよね。でブレットさんは体勢は立て直したんですけど、リアウィングが完全に脱落してですね、その後のターン5で、スピンして壁に激突で、私もですねそれにつられて壁にヒットしてしまって、アームが、折れてですね、でその次のターン6ですね、もうすぐ近くなるので、ね画面見ながら説明しましょう。さあここでブレットさんが入っていって、後ろがコーリー君に入れ替わって、でここの、ね、冷えた状態のブレーキですね、ここで追突しましたね。でリアウィングがコーリーさん、あコーリーさんじゃない、ブレットさんですねが取れて、はい、で次ここですね、ここのコーナリングでリアが出てブレットさんが激突、私もヒット、でコーリー君がその間前に出て、で次のここのブレーキングで、私止まんなかったんでコーリー君に追突したんですよね。なので、まあ、追突2回、やらかしてしまったと。でコーリー君も、さよならということでですね、まあ確かに彼に恨みは持ってるんですけど、まあ、ちょっとあれはね申し訳なかったかなと。で、私ももうピットに入らざるを得なくなったので、ここら辺でですね再びコーリー君にパスされるんですけど、パスされ際にですね、横からどつかれまして、うん、まあまあね、確かにそれはわざとやったように見えるよねと、ただ、まあ、ボイスチャットで、ソーリーは言わなかったんですけど、ただ今のはわざとじゃないんだよという話をしてですね、ピットに入っていったんですけど、まあね、レース終わった後に、コーリー君には、まあ、正直すまんかったと、サスアームが折れてることに気がつかずに普通にブレーキングしたら止まれなかったので、あれはわざとではないと。で、まあ、確かに日曜日のサンデーナイトライツ以来、私は君に対して特別な感情を、持ってるんだけど、あれはわざとじゃないと、まあ、この件に関してはすまんかったっていうね、チャットメッセージを送って、まあ、特に返事は返ってこずに彼はログアウトしていたんで、まあ、どう思ってるかですね、まあ、ただ、私の立場は、伝わったとは思うので、まあ、あとそれをどう捉えるのかは彼次第ですね。で追突してしまったですねブレッド・マクバーンさん、ちょっと彼はね本当に申し訳なくて、私はこう自分のブレーキングポイントでブレーキしたつもりだったんですけど、さっき言ったように追走する練習がいまいちできてないので、もしかしたらマーカーを、ね、見過ごしてブレーキング遅かったのかもしれないなと思って、まあ、とにかく追突、すいません、もうちょっと次から車間取るように気をつけますというですね、これはメールの方ですね、メールでブレットさんに、謝罪メールを出して、まあ、すぐにですね、まあ、しゃなしと、うん、まあ、しょうがないね、で今週は、私もあまりこのコースではこうなかなか、ね、トラブル続きなので、次こそはこう2人で後続を引き離すようなレースをしたいねという温かい、メッセージが返ってきてですね、まあ、これで、もうブレッド1台スピンですね、まあ、これでブレッドさんへの好感度非常に上がったわけですね。さあこれ周回遅れじゃないんですね、これ。さあ今危ないですね、ショートカットペナルティ取られずに済みましたけど、さあ並んでる並んでる、引いてくれました。さあ前にアンソニーさんですね、まあ、というわけで、この第5戦、
3度目の正直じゃないんですけど、さあ今度は2連勝の後の3連勝となるか、それとも2連敗の後の3連敗となるか。あ、前のアンソニーさんがパスライトって言ってくれますね。これはありがたい。滑る滑る。行く。うん、アンソニーさんに対しては1周1秒以上、まあ、1周2秒近く差を詰めてたので、もうさっさと降参してくれたってことですね。さあレースは13周目ですね。もう3分の2消化しているところですね。ファーストリペアで、直してきたので車が壊れてないというのは気持ちよくていいですね。さあ1つでも順位を挽回していきたいところですね。今13周で残り4周なので、この前を行くね、トーマスさん、マテウスさん、カールスさん、この3人に追いついていきたいところですね。結構ね差が空いてたんですけど、なんかこのトーマスさんとマテウスさんがバトルしてるっぽくて、それでね徐々に、接近してるっていうところですね。さあ残り4周半ですけど、まずはスリップに入っていきたいですね。追いつきさえすればねチャンスあると思うんですよね。側のね、ヘアピンのイン側の壁にぶつからないように、前のカールさんと 1.7 秒差ですね。まだスリップは効かないですね。お、白煙が、これは大丈夫ですね。だいぶ近づいてきた気がする。よしよしよし、タイヤがね軽くヒットしましたけど、あれは大丈夫です。コンタクトゼロもないぐらいの、ほんの軽いタッチですね。うん、前の3台そんなに、まあ、こういったではなんなんですが、そんな速くないですね。これはチャンスあり。うん、まだオーバーテイクは厳しいかな。うん、ちょっと厳しいですね。ね、やっぱりラップタイムに差があるので、こう追突には注意ですよね。さあ立ち上がり重視ライン、よし、これはいただき、いただきだ。うん、今並んでますね。並んでますけどイン側有利ですね。これはで前のスリップにも入ってきたので、うん、大丈夫でしょう。さあ軽くディフェンシブなラインで入っていきました。さあ次は前の2台。うん、さあ来ましたよ。前は、マイルドセブンのルノーカラーの、うん、このカラーリングもね、アロンソ前世時代でかっこいいですよね。さあこれでコーナリングのラインの自由度を下げて、これねイン側にいると結構厳しいと思いますよ。さあ立ち上がり重視で、よし、これをもらった。さあ前の意外と伸びないですね、前のトーマスさん。よし、これブレーキングで、よし、アウトがいるけど、
まだいます。立ち上がり重視。うー、危ない危ない。あ、これタイミングが合わなかったですね。これは、1コーナーではオーバーテイクできないかも。ならね、残り2周あります。さあどうだ。ただね、どっか壊れてますね、このマテウスさん。さあフェイントかけてインガー取りましたよ。よしよし。あ、いかいか、ちょっとオーバースピード。でも、華麗にオーバーテイク決まりましたね。まあ、このゼッケンね、2桁台の相手にこうドヤーってドヤ顔するのもね、なんではありますが。Nah, that's right. I'm a load lap down. I'll let you go. で、前の、もう20秒、30秒離れてますので、ちょっとこれ以上は厳しいですね。あとは後ろから追いつかれないようにゴールまで行ければいいですね。いよいよファイナルアップ。3台先にスキップおじさん、四天王ヒロさんがいますね。後ろの、ね、マテウスさんと4秒差、ね、マテウスってこう名前であるんですね。マテウスさんの名前がマテウス・フィードリヒ、ね、なんかあのロゼのワインとか飲みたくなるような名前ですよね。はい、もう少しですので気を抜かずにドライブしていきましょう。うん、よし、なんとか、いや、なんとか、はい、ある程度巻き返してフィニッシュしました。ポジションは6番手ですね。6番手まで盛り返しました。で、優勝したのがエミールさんですね。オスカーさん2番手でゴールできたんですね。まあ、これは良かったですね。で、ヒロさんが表彰台ですね。これはおめでとうございますですね。最近なんかどつかれてばかりで、ね、ロングビーチついてないって言ってたので、これは良かったですね。はい、ではまたオープニングラップからお別れしていきたいと思いますが、で、まあ、オスカーさんから今メッセージが来て、6番手だったらアイレーティング落ちなくて良かったねと。まあ良かったっちゃ良かったんですけど、はい、そうですね、まあ、こういう結果にはなってしまいましたけど、この、ね、序盤のオスカーさんの動きは非常に、ね、ありがたかったので、まあ、これは結果は悪かったけど、レースとしてはとても楽しかった、また一緒にレースしたいという、ね、メッセージを返しました。やっぱり、ね、オスカーさんうまいですね、この抑え方っていうかね。で、まだこのオスカーさんとのチャットが続いてて、今日、コロナウイルスの
ワクチンを打ってきたらしいですね。イベリアなので、まあ、スペインなのかなと思うんですけど、ああそうなの、日本はまだなんだよねって話をして、まだやってないのと、そうなんだよ、多分ね夏ぐらいになるんじゃないかなとか言ってて、そうなのかって言って、オスカーさんはこのワクチン打ってきたけど、今日は夜仕事だから、なんかねちょっとこう感染症にかからないか心配だって言ってて、ビタミン C とビタミン D 飲むといいよ なんていうね、話を、してました。うん、これで、ロングビーチ、配信3戦、まあ、あのボツ2回やったので、5戦なんですけど、こんなとこですかね。なんかね、まあ、調子がいいときはいいんですけど、怪我するとやっぱ大きすぎるので、まあ、なかなか楽しいコースなんでね、もうちょっと攻めたいっていうのはあるんですけど、アイレーティングがねかなり没落の危機に瀕してますので、これちょっとまた今週ニュルの開催があるので、ニュルに出稼ぎに行ってですね、ちょっと失ったアイレーティングを少しでも取り戻したいなと、思うと思いますね。はい、というわけでチャンネル登録や高評価低評価ボタン押していただけると嬉しいなと思います。本日もご視聴ありがとうございました。ガイルチャンネルでした。